でこんなでっかいプリンになってるの？私のアイスはどこ行ったの？あ、リコちゃんどうしたの？そんな神妙な顔して。これ美味しいじゃない。それがさ、私アイス置いといたんだよね。なのにプリンに変わったんだよ。おかしくない？おかしい。なんでだろう。謎解いてよ。じゃあ私連れてくる。連れてきた。おしり探偵。探偵さん、よろしくね。わかすね。どれどれ。話を聞きましょう。あのね。ふふ。私ね、ここにね、アイスを置いたの。なのにね、プリンに変わってんの。おかしくない？おかしいですね。何か匂いますね。事件ですか？いえいえ、プリンの美味しい匂いがします。そっかい。事件ですか？これだけじゃわからないですね。食べていいのかな。美味しそうだよね。どうしましょう。でも美味しそうだから食べてもいいんじゃないですか？毒はなさそうですよ。でもさ、私のアイスがどこ行っちゃったの？まあね、プリンも好きだからいいんだけどさ、アイスって気分なんだよ。そうですか。じゃあお待ちください。ちょっと私、行ってきます。あ、ここに。これは、リココさんが探していたアイスじゃないでしょうか。こんなところにこぼれてるなんて。どうしましょう。きっと誰かが落としたはずです。どうしよう。アイス壊しちゃった。気に行かなくちゃ。あなた。あなたは何してるんですか？ちょっとアイスこぼしちゃって。あなたのアイスですか？そうですよ。もちろん。もちのろん。怪しい。怪しい匂いがします。どこに？よし、買ったんですよ。どこで？ファミマで。怪しい。それよりさ、私の大きいプリン知らない？落としてきちゃったんだよね。怪しい。もしかして落としたのはリココさんのお家ですか？そんなわけないよ。怪しい。あなたは嘘をつくと鼻がピクピクしますね。少しです。何言ってんの。少しです。正直に言わないといいですか？いきますよ。食べましょう。私がこちらのアイスを食べました。ガスマスク。探偵さん、すごいね。リココちゃん、犯人ね、セイラだったよ。やっぱりか。じゃあ私のアイスは。なにこれ、落ちてんじゃん。ごめん、落としちゃった。で、プリンは誰のなの？プリンは私の。待ちなさい。まだ懲りてないんですか？いきますよ。くそー。ごめんなさい。もうアイスとプリン食べていいから。買ってきたアイスも食べていいから。探偵さん、一緒に食べましょう。食べましょう。もぐもぐもぐ。あなたは食べないでよ。いいでしょ。ダメです。ダメです。ダメです。これはリココちゃんと私と探偵さんで分けるの。はい、どうぞ。ありがとう。はい、私。どうぞ。じゃあね。おいしそう。いただきます。いただきます。うん、おいしい。探偵さんも食べる？食べる。おいしいですね。おならが出ちゃいそうですね。一
件落着してよかったです。ありがとね、探偵さん。ありがとね、また来てね。バイバーイ、また見てね。チャンネル登録お願いします。こちらの動画